準備はよろしいですか。それでは参りましょう。作品名はこうやって撮ってです。どうぞ。え皆さんこんにちは。あ、え、こ、ー、アプリケーションこうやって撮っての発表をしていこうと思います。で早速なんですけれども、えっと共産企業の方々ですね。えっと東京の方からはるばるお越しいただきましてありがとうございます。でまあ東京といえば最近雪がニュースになっていましたよね。で僕雪って聞くとまあ春 春が待ち遠しいなと思うんですけどで、まあ、また春といえば、えー、僕は旅行を思い浮かべるんですねで、まあ、旅行といえば結構僕かなっていうのがあって、えー、すごい旅行が好きな人ですそれでですね、えっと、2016年の今年の夏ですね、えー、彼女が留学に行っているので彼女に会うために なんとニューヨークままで行ってきましたニューヨーヨクはいいぞと。で、えっとまあ、観光地に要は行ったわけなんですけど、まあ、そういったときに、えー、写真をあの他人の人にです、ね、お願いすることってあると思います。まあ、あの実際にニューヨークでも、まあ、ピクチャー、プリーズみたいな簡単な単語であの写真を撮ってくださいということがありました。で、まあ、OK ですよと。で、実際に撮ってもらった写真がこちらです。 ででで僕この写真に不安があるんですよでそれがどこかっていうのをちょっと考えてほしくてちょっとずつ近づけていってで、まあ、僕の顔ではなくてですねこちらです、でこれメガヒの顔ではなくてですねあの上の方に注目してもらいたいんですけどまあ、あの切れてしまっているとせっかくわざわざニューヨークまで行ったのにしかも彼女と会って写真を撮ったのに切れた写真が残るっていうのはちょっとショックだな、これはみたいな。で 実際にまあ多分こういう経験って他の人にもあるんじゃないかなということでえまあ僕のツイッターでなんですけどえ調べましたえ旅行中に他人に撮ってもらった写真に不満があったことはありますかというアンケートを取ったところなんと38票も集まりましてなんと9割もの人が不満があるという結果が出ましたということでですねまあ基本的に撮ってもらうと不満が残るということだと思いますでまあ,えーまあ恋人との大切な思い出だったりだとか まあ,あと友達ですね、親友との大切な思い出で、まあ、上が切れ,てた切れていたり、まあ、足が切れてるとか、なんか変な網の部分が入ってしまっているとか、また家族との大切な思い出として、これ、10年前の僕なんですけど、まあ、この写真は OK なんですよ、でも続いてのパパと一緒に写った写真が、ちょっと先っちょが切れてしまってるみたいな、また切れちゃってるぞみたいな、でまあ今日の思い出とか、まあ、ポスター発表の撮ってもらったのにもかかわらず、なんか上の方が切れちゃってるみたいな。 良い写真残したかったなと思うわけですよね残念だなみたいなで、まあ、そんな思いをさせないために今回僕たちのアプリケーションを作りましたそれがですねこうやって撮ってです撮ってほしい構造の写真が撮ってもらえるアプリケーションとなっていますで解決にあたって非常にシンプルでストレートに解決しようというコンセプトのもとで考えましたで実際にどのような実装をしているかといいますと まずですね自分が撮りたい構図で1枚写真をパシャッと撮りますでその撮った画像を使って、まあ、あの上にフィルプターみたいにしてかぶせるんですねでそのかぶせる際には、まあ、透明化をして行うとでその重なった、まあ、上に重なったフィルターを元に、まあ、カメラが起動した状態みたいになっているのでそれで撮るだけで、まあ、自分が望んでいた構図が撮れちゃうというアプリケーションですで実際に使用シーンとしてはこんな感じですね あこのクリエーションあごめんなさいこの建物いいなみたいなこの写真でとこの建物で撮りたいなってなったときにあちょっとすいませんみたいなちょっと写真お願いしていいですかあいいっすよあじゃあちょっとお願いしますみたいなんで、まあ、走っていって、まあ、襟を整えて撮ってもらうとパシャッと撮りましたよありがとうございますって言って見てみるとです、ね、なんかちょっとちげえなこれみたいないやーみたいなちょっとせっかくいいところなのにみたいなことってあると思うんですよ。 でも、この僕たちが作ったアプリケーションがある場合がこちらで、まあ、自分で撮りたい構造をこ,うこだわってまず撮りますよね。その画像がまあフィルターみたいになった状態になっているので、ちょっとこんな感じというか、まあ、撮ってくださいと。渡すと、まあ、あのそのフィルターに合わせて撮るだけで、自分が撮ってほしい構造の写真がまあ仕上がってくるという風になっています。ありがとうございますみたいな。でもちろん、満足のいく写真が撮れていますと。 いう感じでですすねね、はい、嬉しそうです、ねはい、じゃあ実際にまあこうやって撮ってを使うとどんないいことがあるのかっていうのがまあ7つあると思いますでまず1つ目、えー、まあ自分の望んだ構図で撮ってもらえると、まあ、そういったアプリケーション作った何回でも言ってたんですけど、まあ、こういったこう写真だとかだったら、まあ、右の方にちょっと森みたいなのを入れてちょっと左寄りのところでシルエットの写真を入れてほしいみたいな構図で撮ってもらえたりすることができると思います でまあ、2つ目、3つ目としましては、まあ、写真をお願いしやすいのかなっていうのがいい点として1つあると思います。でまた3つ目として、まあ、言語の壁を越えていくって書かせてもらったんですけど、まあ、海外旅行をしているときにです、ね、あの外国人の方にあのこの景色のここの部分入れて撮ってくれよっていうのはすごく言いにくいと思うんですけど、まあ、このアプリケーションを使えば、まあ、どんな構図で撮ってほしいとかっていうのが、まあ、画像として伝えることができるので、まあ、別にその言語を返さなくてもただまあアプリケーションを渡すだけで。 あこういうふうに撮ればいいんだなっていうのが伝わるかなというふうに思ってます。でまあ4つ目5つ目としましては、まあ、写真を撮る方の人も楽だなっていうのがいいポイントかなと思っていて結構この,写真このアプリケーションどうかなっていうのをいろんな人に聞いた時にですねあこれ撮る側も楽だねみたいな。 結構僕写真をお願いされることはあるけどまあ撮るときに結構苦手だからどう撮ればいいか分かんないって言ってる人が多くてまあそういった人たちがこのアプリケーションを渡された場合にどう撮ればいいのかっていうのが非常に楽かなと思います。またえまああの撮ることによってえ自分が望んでいた構図が仕上がるのであのまあ撮り直す必要がないもう一回撮ってっていう必要がなくなるのもいいポイントかなと思いますでまあ6つ目としましてはまあ自分の,あの思い出の中に良い写真が増えると思います。 まあこれも写真とかまあ結構構図がそれなりに収まって期限取れてる写真かなと思うのでまあこういった写真が増えてくるのかなと思いますでまあ7つ目としましてはちょっとなんかビジョン的な感じになってしまうんですけどまあ世界中のスマホの中身が良い写真であふれてみんなが笑顔になるんじゃないかなと思いますまああの旅行から帰った際にですねまあ見返した時にあこの写真いい良かったなみたいなのもなりますしま,あまた旅行中にまあ海外の人としゃべるきっかけにもあのアプリケーションを通じて そういうきっかけを生むこともできるのかなと思います。でえっと、こちらがあの操作方法のデモですね。動動かない動きましたね。声入ってる <laughs> ちょっと声入っちゃってますが、フィルター用のボタンを押すと、 あのまあ最初にテンプレートみたいなもので,えで撮りましてでえっと上下にスワイプすることによって透明化の,あのパーセンテージをいじ,るようないじることができるようになってますなのでまああの明るさとかに合わせて <laughs> あの撮りたいのに合わせましてであのちょっと見にくいんですけどこっち側に写真を撮るシャッターを切るボタンがあるのでそちらを押すとあの写真が撮れるというふうになってますでます一応今回僕が走っていって あの無事ちゃんと足も切れずに取れたというふうなデモをやってますで、まあ、このアプリケーションを作るにあたってこだわったポイントとしましては結構まあ身近な問題は使いたいなと思って作ってますで実際に僕も旅行に行ってこのアプリケーションの,あの作るきっかけっていうのもいましたし、まあ、そういったところでまあ自分が使いたいアプリケーションということで作ってますでまたまあ多くの人が嬉しくなってくれるようなアプリケーションがいいなと思いました でえっとまあ,あとこだわったポイントとしてはまあアプリケーション使った瞬間もなんかあの笑顔になれるようなアプリケーションだと思いますしまあその後写真を見た時にもまあ,あのアプリケーションをっ使ったことによってああよかったなと思えるようなものになってるかなと思いますでまた解決方法をまあできるだけシンプルな実装にしたいというものであのまあ説明が非常に簡単なものがいいなと思っていたのであのフィルターを重ねるというふうな実装にしました 今後に関してはですねマーキング機能を追加したいなと思ってますま。最低この部分だけ入れてほしいといったものを矢印で表現したりとか足をここに入れてほしいとかまた、サジェスト機能としましてはえまあ画像の認識を行ってどれだけずれているのかっていうのを判定することによってアプリケーションあのスマホの角度をあのもう少し前にしてくださいとか上向けてくださいっていうのもサジェストできればいいかなと思ってます。 はい、以上でこうやって取ってのアプリケーションの発表になりますありがとうございましたありがとうございましたでは質疑応答の時間に移りたいと思います質問のある方は挙手をお願いいたします 面白いあえっ、ー、と,、えー、とこれ多分あの旅行先とかで使ってもらう時に撮ってもらう時にこれ見せ,見せてあ撮ってくださいってお願いすると「ああ終わりました」とか言いながらこう「これなん,かこうなんかこうぼやっとしたものが上にかぶさって見えるんですけど」とかって言われそうでなんかその使い方を一から「あこれは実はその透明化されたやつがこう上に載っていてこうやって合わせて撮っていただくんです」っていう説明をこう逆に盛らないといけない気もするんですがなんかそこの部分に対してあの。 えと考えられていることとかあれば特にあの英語圏であったりするとそれを「お、oh, ラ ThisTransparentImage i s みたいなしゃべらないといけない気がするんですがいかかがででしょうかそうそすねちょっとその部分については先ほどから何度かも質問をいただいていてちょっとまあ難しいのかなと思うところもあるんですけど、まあ、ある程度、写真を渡すちょっときにずらすことによって、まあ、そこら辺はちょっと分かるんではないのかなっていうところですね。ちょっと そこはもう少し工夫がいるなあっていうところではあるかなっていう、まあ課題ではあるかなというのは思ってますね。ありがとうございます。他に質問のある方はいらっしゃいませんか。では質疑応答の時間を区切らせていただきます。以上で桜井浩太さん。鶴田拓也さん。 寺田正明さんの発表を終了いたしますありがとうございました